私たちの運動と結んで国会の中で奮闘してくださっている政党の皆さんをまず最初にご紹介しご挨拶をいただきたいと思います。最初は民主党代表の岡田克也さんです。よろしくお願いします。皆さんこんばんは。本当にありがとう。忙しい中こんなにたくさんの皆さんが集まっていただいて心からお礼申し上げます。ありがとうございます。皆さん今日の委員会審議ご覧になりましたか。議論すればするほどおかしくなる、疑問が深まる、今日もその通りでしたね。残すところ国会会期入れまで2週間、1111が大事です。いろんな手続きを経たから、あるいは100時間だから、それで終わりなんていうことはとんでもありません。国民の皆さんがきちんと理解し納得できたかどうかが解決の時期ですよ。納得できないなら採決はなしなんですよ。皆さん国会の中では私たち残念ながら議席が少ない、野党全員がしっかり協力をしながら対案に向けて徹底的に頑張ってまいります。ぜひ皆さんが頼りです。この法案を強行採決させたら日本の70年間の先行民主主義の大きな汚点になる。絶対許しちゃいけません。どうか憲法違反のこの集団的自衛権の行使を認める法案、徹底的に審議を尽くして廃案に追い込んでいこうじゃありませんか。皆さん頑張りましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。